ここにいたんですね。主様、私たちの晴れ着姿はいかがでしょうか。気に入っていただけると良いのですが。目いっぱいおめかししちゃいました。やばいですね。何よ、ジロジロ、みんなぶっ殺すぞ。どうせ私がこんな服着たって似合いっこないとか思ってるんでしょ。何言ってるんですか。キャルちゃんの晴れ着姿とっても似合ってますよ。あ、皆さんここにいらしたんですね。スズメ様、そのお姿は。今日はメイドじゃなくて巫女なのね。はい、しばらく神殿でバイトをすることになりまして。へえ、スズメさん本物の巫女さんみたいですね。巫女服姿とっても可愛いです。そうですか。ありがとうございます。実は今日は年の瀬のご挨拶をと思いまして、皆さんのギルドハウスに向かっていたんですが、お会いできてよかったです。この1年皆さんには本当にお世話になりました。サレンお嬢様に代わりまして厚く御礼申し上げます。いえいえ、こちらこそお世話になりっぱなしで、今年1年本当にありがとうございました。皆さん晴れ着ということはこれからお参りですか。はい、せっかくなので年明けは神殿で迎え、そのままお参りをしようと思いまして。よろしければスズメ様もいかがですか。あんたが一人なんて珍しいじゃない。いつもお嬢様お嬢様ってさ。お嬢様は最近お忙しいので。はあ、うん、なんだか訳ありな感じのため息ですね。サレンさんと喧嘩でもしちゃいましたか。喧嘩なんてとんでもないです。私がご迷惑をかけてしまっているだけで。せっかくの大晦日だってのに辛気臭いわね。あんたのドジなんていつものことでしょ。そんなに落ち込むようなことある。実は先日お嬢様と商談相手の方との晩餐会があって、私は給仕のお仕事をさせていただいていたんです。そしたら緊張で飲み物をこぼしてしまったり、スープを商談相手の方にかけてしまったり、名誉挽回をしたくてもお嬢様とお話をする時間も最近はなくて、もしかしたらお嬢様が忙しいのも私のミスのせいでその対応に追われているんじゃないかって思ってるんです。もしくは愛想を尽かして別のメイドを探しているとか。スズメ様、それは飛躍しすぎかと。お仕えする方と言葉を交わせないのは確かに辛いことです。しかしサレン様はそのようなことでスズメ様を邪険にするようなお人ではございません。どうか自分を見失うことのないように。そうですよね、せっかくの大晦日にこんな話すみませんでした。でもおかげで少し安心しました。ありがとうございます。あれ、なんだか随分と人だかりが。絶対優勝するぞ。この計算式によると私たちの勝利は確実ね。オデ、敵倒す。何よこの騒ぎ。催し物でもあるのでしょうか。この人混みをかき分けていくのは難しそうですね。今日この大晦日に来たる新年の服が決まる。大変長らくお待たせいたしました、新春ランドソルギルドレース、まもなくスタートです。レース
何ですかね、新春ランドソルギルドレースって。その質問には私がお答えしますね。げっかりん、あんた何してんのよ。はい、実はこの催し物、ギルド管理協会が主催のイベントなんです。ランドソル1の副ギルドを決めるため、町から神殿までの区間を競うギルド対抗レースになっているんですよ。何、ギルド管理協会って暇なの？そんなこと言っちゃっていいんですか？なんと優勝ギルドには副ギルドの称号が与えられるんです。副ギルド、何やらおめでたそうな名前ですね。副ギルドに選ばれたギルドはそれから1年、自分たちだけではなく周りの人たちにもご利益を与えることのできる存在になると言い伝えられているんです。しかももらえるのは称号だけじゃありません。ギルドメンバー全員に選べる豪華報酬をあげちゃいます。もしかして高級おせちとかですか？ジュルリー。ああ、食べ物は傷むのが怖いのでリストにはないですね。ほら、食中毒とか管理協会的にアウトなので。ペコリーヌ様の胃袋はそんなにやわではございませんよ。コロスケ、あんたそれ褒めてるつもり？食べ物がないのは残念ですけど、副ギルドの称号っていうのは素敵ですね。私たちも参加できないかな？食べ物はありませんけど、お食事券とかならありますよ。詳しい報酬についてはこちらのカタログをどうぞ。ありがとうございます。参加ってどう考えても走るような格好じゃないでしょ。もうギャルちゃん、細かいことはいいじゃないですか。振り袖で走るなんてきっといい思い出になりますよ。思い出で走れたら苦労しないわよ。あの私も一緒に参加するのはダメでしょうか？え、どうしたのよ急に。実は報酬の中に精霊樹の門松がありまして、大精霊の加護を受けたこの門松は飾った年に幸運が舞い込むって言われているらしいんです。すごく高価な品なので救護員的には手が出ないんですけど、もし手に入るのなら先日の商談相手の方にお送りしたいなって。それはナイスな考えですね。よし、スズメさんも一緒に走りましょう。私はやらないからね。一緒に走りましょうよ。ほらほら、キャルちゃんの欲しい豪華報酬もあるかもしれませんよ。カタログを押し付けるな。そんな都合よく欲しいものなんて。高級レストラン、フルコース無料券。いつも旨味の料理ばっかりだし、みんなでこういうところ行くのも悪くないかも。ペコリーヌとか大喜びするんじゃないかしら。わかったわよ。そこまで言うなら参加してやろうじゃない。わあ、キャルちゃんがやる気になってくれて嬉しいです。どの報酬が気になったんですか？秘密よ秘密。あんたたちには関係ないものだから。あ、でもそうなると5人になっちゃいますね。走れるのは4人だから、それならガイアから力でも使って私たちをサポートするっていうのはどう？それなら。キャル様、ズルは目でございますよ。それに主様を走らせるなんて私にはできません。あ、主様の応援があるのなら100人力です。単純なんだから。ルール的にスズメの参加って問題ないのかしら？はい、
問題ありませんよ。同じように他のギルドに混じって参加してる方も。スズメお姉ちゃん、え、あれ、くるみちゃんじゃないですか。どうしてここに。あのレースに参加してみたくて、そのリトルリリカルのみんなと出ることになってて。大丈夫なんですか、くるみちゃん。いっぱい走ることになりますよ。うん、人前で走るのも演技の勉強になるかなって思って、投影魔法でランドソルに放送もされるって言ってたから、頑張ればママサレンも見てくれるかなって。放送ですか。お嬢様の知らないところで頑張ってこの前のミスを挽回しようと思いましたけど、見られちゃう可能性もあるんですね。それでは一区の出場者の方はスタート地点にお集まりください。私行かなくちゃ。スズメお姉ちゃんたちに負けないように頑張るね。はい、気をつけてくださいね。一区はランドソルの街中を走るコースになっています。二区の走者は次の地点で待機をお願いします。それ以外のギルド関係者は馬車で並走し応援をどうぞ。今、副ギルドをかけた戦いが幕を開けようとしています。トップでタスキをつなぐことができるのは一体どのギルドなのか。普段は剣だけど、今日はこのタスキがナイトメアの誇りの象徴。何としてもトップで駆け抜けるよ。魔物じゃないから安心してね。着ぐるみで走るの大変だな。にゃはは、メルクリウス財団の秘策見してあげるにゃ。リンピョウトウシャ精神統一は完璧です。なんで私が一区なのよ。え、だってキャルちゃんやる気が出すぎてヤバいわよって。誇張すんじゃないわよ、そんなこと言うか。それではよーいスタート。お先にゃー。わっ、ちょっと待ちなさいよあんたたち。レースなのに待てと言われて待つわけがないじゃないか。おーっと、キャル選手、ペコリーヌ選手へのツッコミにかまけて大きく出遅れた。美食伝、先が思いやられますね。案の定めちゃくちゃ走りづらいわよこれ。あー、もうこうなったらやけくそよ。さあ、スタートからしばらく経ち、現在トップはトモ、タマキ、ニノン選手の3人。その後ろをリマ選手、さらに後方をクルミ選手とキャル選手が追っている状況です。圧倒的トップでタスキをつながないと、2区のクリスティーナにどんな嫌味を言われるかわからないし、そろそろこの横並びの状況は何とかしたいな。かにゃ、タマキさん、今よ。待ってたにゃ、全力全開したくなさったにゃ。わおー、まさに早き行動かぜのごとしです。ここに来てタマキ選手スピードを上げてきた。メルクリウス財団が大金をはたいて開発した総力ブーストブーツ、その名もチーター。不正ギリギリだけど、猫は今俊足の動物に進化するにゃ。忍法、
めでたい乱れ打ちの術。にゃにゃにゃ、たい焼きにゃ、大量のたい焼きが降ってきたにゃ。いただきます。まずいにゃ。紙みたいな味がするにゃ。大正解です。ハリボーテたい焼きです。なんかうまいこと妨害してくれたみたいだね。この隙に友選手、玉木二郎選手がわちゃわちゃしている間にトップへと躍り出ました。これは決定的か。抜け環境はダメですよ。トップとはやるじゃないか、ともちゃん。さあ早くタスキをよこせ。ねぎらいの言葉もないのかい。まあ予想はしていたけど、あとは頼んだよ。前座ご苦労。さあここからの主役はこの私だ。しばお願いします。うむ、トップとの差はごくわずか。ニノンの努力、無駄にはしないぞ。アキノ、早く追いかけるにゃ。なあ、もうチーターを履いておきながらなんて失態ですの。レースが終わり次第、玉木さんにもチーターの開発費は払っていただきますからね。そんな清少にゃ。続々とトップのグループは2区の走者にタスキをつないでいきます。後方の選手たちはどうなった。あ、みんな早い。待ってよ。なぜでしょう。リマ選手、唾を吐いております。私が最下位なんて、こんな格好じゃなければ。あれはクルミだっけ。あの子だけなら抜けそうね。くるみ選手、まさかの転倒。キャル選手、チャンスです。よし、ラッキー。ちょっとあんた、乗りなさい。おぶってあげるから乗りなさいって言ってんのよ。怪我してんだから無理すんじゃないわよ。ギャル様、まさかの手を差し伸べた。これは素晴らしい。でも、ああめんどくさいわね。よっと。ちょっと、しっかり捕まってるのよ。かっこつけたはいいけど、やっぱり人一人背負って走るのはきついよね。私の体力もそんな残ってないし。大丈夫。ちょっと何逆走してんのよ。小さい子が怪我してるんだもん、放っておけないわよ。だから、はい、これに乗って。何よこれ、リアカー。どうせトップの人たちとは差がついちゃったし、二人を無視してしおりちゃんにタスキを渡すなんて、なんだか気持ちよくないもの。さ、乗って乗って。とんだお人よしね。ほら行くわよ。ありがとう。行くわよ。あ、
倍の精神に観客から拍手が巻き起こっています。ドラマあり涙あり、これが新春ランドソルギルドレースだ。ちょっと怖いけど、ありがとうお姉ちゃんたち。お礼なら肉についてからこのまま一直線よ。死ぬ。勝負は肉へと突入しました。ここでは2つのチェックポイントで提示されるお題をクリアする必要があります。足の速さや体力だけでは勝てない、それがこのレースです。現在の順位は1位クリスティーナ選手、2位モニカ選手、3位アキノ選手、その後ろを他ギルドの選手たちが追う。丁寧な状況説明に感謝だ。観客たちよ、私こそがクリスティーナ、1位こそクリスティーナ・モーガン。いちいち声を大にして復唱するなんて、なんて下品なんでしょう。すぐにでもトップから引きずり下ろしてあげますわ。私からしたらどちらも声が大きく聞こえるが、これはトップ3人が中間地点に到着したようです。気になるそのお題とは。何、あなたが思うご馳走とともにチェックポイントへ。おお、私が思うご馳走か。簡単なことだな。今すぐ王宮直属のシェフを呼んでフルコースを作らせよう。そんな無駄なことをしてる時間はない。私の苦労を無駄にする気か。クリスティーナおばさん、自分トラタイガーチップスがいいと思うっす。おばさんはやめろと言ってるだろう。小娘、フルコースの一部に加えてやろうか。王宮直属のシェフ、これは負けてられませんわ。ウィスタリア家直属のシェフでお相手しますわ。ふん、たかが商人風情のシェフが相手になるとでも。えへ、今すぐ王宮のシェフにフルコースを用意させろ。負ければ首が飛ぶと思え。なんとなんと、別に料理対決をしろと言っているわけではないのに、勝手にそういう流れに変わった。そうこうしているうちに後続集団もチェックポイントに到達。あなたが思うご馳走？それなら。おっと、ここでリトルリリカルの強化選手、早くも何かを持ってきました。これお母さんがおやつに持たせてくれたカップケーキです。お店のカップケーキも美味しいけど、一番好きなのはお母さんが作ってくれたやつかなって。これは文句なしのごちそうだ。まさかの後続だった強化選手が1位通過。どうしよう、おすすめの本とかならすぐ出せるけど。しようしよう、これはどうだべ。牧場特製のチーズ、丹精込めて作ったこのチーズ、ランドソルの人たちなら一度は食べたことあるはずだ。マヒルさん、確かにこのチーズは濃厚で栄養も満点、食べると元気が出る、まさにご馳走と言っていい品です。私の体調が良くなってきた理由の一つには、新鮮な食べ物があったからっていうのもあるし、私のご馳走は牧場のチーズでお願いします。なるほど、確かにこれは馴染み深いご馳走だ。しおり選手、2位通過です。ふむ、あくまで自分の思うご馳走で良いのだな。それならば、我がバイス・フリューゲルで正式採用を検討しているこの看板ではどうだろうか。それは非常食です。
そんな潤いのかけらもないものが採用されたら僕の胃袋は悲鳴を上げるよ。そんなカチカチで角張ったものお口に入りませんよ。そうか、これはごちそうにはならないか。みんなが喜んでくれると思って準備していたんだがな。カチカチになった物体を食べたくなっちゃいました。クーカは悪い子かもしれませんね。そうだね、美しい僕が食べてしまえばそれはご馳走ということになるに違いないよ。おお、普通に美味しいですね。本当か、それならよかった。実は食べやすいように少し工夫がしてあってだな。いや、説明はいいから早く行きなよ。それとも僕の美しさを再認識して足でもすくんじゃった？そうだった、前の二人を追わねば。一方、クリスティーナ選手とアキノ選手はフルコース待ちだ。一体この二人は何をしに来たのか。何やら美食殿の方でも一悶着ありそうだ。最高のごちそうといったら魔物料理に決まってます。火を起こしたのですぐに作っちゃいますね。まさか平原にいた魔物を一瞬のうちに飼ってきたんですか？魔物に捨てるとこなしですよ。はい、完成です。あ、観客の皆さんもどうぞどうぞ。下手者を大衆に振る舞うんじゃないわよ。作ったならとっとと走れ、バカ。料理はみんなで食べるからごちそうになるんです。実況席にもペコリーヌ選手の作った魔物料理が届けられました。なぜか発酵していますが、あ、これはうまい。クリッとした食感、そして中から溢れ出る謎汁。観客一同黙々と食べています。ウィスタリア家のフルコース、存外悪くない。特にこのオッソブーコ、よく煮込まれているじゃないか。王宮のフルコースもさすがですわね。このガランティーヌ、火の打ち所のない味ですわ。あの二人は互いのフルコースに舌鼓を打っています。もはやレースではなく、ただのランチタイムだ。しかし、ごちそうには変わりありません。第一のお題を全選手クリアしたようです。次に待ち受けるお題は一体どんなものになるのか。おっと、何やら先に次のチェックポイントへと到着していたはずの千織選手と京香選手が戻ってきました。ちょっといいですか？実はこの子と一緒に次のチェックポイントに着いたのですが、そこで出たお題が、あなたが信頼している異性と共にサンク中継所へというものだったんです。なので一緒に来ていただけないでしょうか？私は別にあなたじゃなくてもいいんですけど、他に男の人の知り合いもいないので仕方なくですよ。待て、キコ、来るなら私と共に来い。あ、信頼する異性ってことなら私も彼がいいです。イエーイ、横から割り込むのはやめろ。あなたも割り込んできたじゃないですか。彼は私としおりさんと来るんです。何、私たちを差し置いて話を進めてますの？次のチェックポイントのお題がそういうことなら、坊やを渡すわけにはいかないな。これは修羅場だ。
選手たちが一人の男性を取り合っています。裏山けしからん光景が目の前に広がる。観客の中には血涙を流し歯を食いしばっている方もいます。私も男として同じ気持ちだ。そうだ、ちょうどいい。どうせなら坊やをかけてし合おうか、お姫様。ちょ、ここは平和的解決で。しねえ。あー、この人絶対これがしたかっただけですよ。野蛮ですこと。さ、さ、あなた様、今のうちに。抜け駆けは許さんぞ、卑怯者め。ま、なんて失礼なお子ちゃまですの。私は大人だ。あの、皆さん、落ち着いて。こんなにたくさんの女の人をたぶらかして、やっぱりあなたは変態不審者さんですね。ここはもう、あなたが誰かを選ぶしかないと思います。やっぱり変態さんですね。このままでは本当に血が流れかねないので、皆さん一緒にその方を連れて中継地点へ行っていただいて大丈夫です。一人の男性の力で順位が一律になるまさかの展開。3区の走者たちには辛い局面になるでしょう。ふう、最近全然スズメと話せてないわね。なんだか元気もないみたいだし、大丈夫かしら。いやいや、一区の時点でいろいろなドラマがありましたね。倒れたくるみ選手を助けるキャル選手、まさにスポーツマンシップにのっとった行いでした。ちなみにくるみ選手と同じくサレンディア救護員から参加しているスズメ選手ですが、こちらは美食伝として第4区を走る予定になっていますね。え？まさかの団子状態で終わった2区、横並びのまま3区へと突入しました。森は視界が悪く、悪戦苦闘間違いなしなコースとなっております。主様がたくさんの女性と中継地点に来たのは納得できませんが、横並びのこの状況、なかなか張り合いがあります。しかし純様の鎧、私以上に走りづらそうでございますね。私生活、訓練もすべてこの格好でやっているからね。何も問題はないさ。無理に今前に出ようとするのは効率的じゃないわね。ここは体力を温存するのが一番。先行ってるよ。なんと急にトップに出たのはリン選手。リンちゃんすごい。正直最下位だろうなって思ってたのに。木々の間をスルスルと抜けていきますね。小柄なリンさんだからこそでしょうか。それにしても森に慣れている動きですね。わかった。きっといつもサボってる埋め合わせに一人で練習してたのね。にゃーん、リンちゃんたら水臭いんだから。いつもサボってどんぐり拾いに来てるから慣れてるなんて言えない。ミサギもいるよ。おーっと、リン選手の後を追っているのはミソギ選手だ。森にはリトルリジカルでよく遊びに来てるからね。走るのなんて簡単簡単。あ、そこの木の間を通ると近道できるよ。近道？それは使わない選択肢はないわね。なにこの白いネバネバ。クモマモノの巣だよ。いたずら大成功。次は
愛いいたずらっ子だ。その手には引っかからないって。あっ、だから言ったのに。思いっきり頭ぶつけたけど大丈夫？ああ、わざわざ心配してくれるのかい？君は優しいね。タンコブできてないかミサギが見てあげる。そーい！お嬢ちゃん、それを返してくれ。それがないと走れないんだ。え？へえ、そうなんだ。タンコブもないみたいだし、ミサギも行くね。ちょ、わ、カブトを、カブトを持っていかないでくれ。美冬選手とジュン選手、ミソギ選手の妨害により身動きが取れないようだ。そんな二人に駆け寄り、コッコロ選手は手を貸しています。現在1位はリン選手、2位はミソギ選手で、あれ？リン選手の姿が見えませんね。まさかミソギ選手の落とし穴か。ミソギ何もしてないよ。ほい、極楽極楽。なんとリン選手、大木の隙間で昼寝の体勢に入っています。どこかの絵本に出てくるウサギのようなムーブです。リンちゃん何してるの？せっかくの1位が。私は自分の限界を知ってるんだよ。ここで終わり。パタンキュー。お家帰りたい。大丈夫よリンちゃん、あなたの限界はそんなもんじゃないはずよ。諦めちゃダメ。できるできるできる。暑苦しい。リマリマ、私にそれは逆効果だよ。そんなわけでおやすみ。イエーイ、一番。ミミ、このままぶっちぎっちゃえ。みそぎちゃんありがとう。ミミも頑張るね。リトルリリカル、トップで4区に入りました。このまま行くと2位通過はコッコロ選手か美冬選手でしょうか。おーっと、あれは誰でしょうか。あゆみです。バイスフリューゲル所属のあゆみ選手だ。我々の目をかいくぐり、こっそりと着実に2位になっていたようです。普通に走ってただけなんだけど。クーカさん、お願いします。たすきが体に食い込んでどうにかなってしまいそうです。こんな大勢の観客がいる前でクーカはなんて不死だらなんでしょう。早く行ってください。せかされるのも嫌いじゃありません。むしろいいです。行ってきます。ひどい目にあったわ。手を貸してくれてありがとう。いえ、目の前で困っている人を放っておくわけにはいきませんから。みんなには怒られちゃうかもしれないけど、3位はあなたに譲るわ。私を気にかけてなければもっといい順位で通過できたかもしれないんだから。いえ、見返りのためにやったわけではないので。そうしましたら一緒に参りましょう。スポーツマンシップです。あなたがいいならいいけど。うん、そうね。これ以上遠慮し合うのは効率的じゃないし、一緒に行きましょう。3位は美冬選手とコッコロ選手だ。続々と最終4区にタスキがつながれていきます。スズメ様、よろしくお願いいたします。あ、はい。お嬢様がいないところでも頑張れるって証明してみせます。ジュン選手、リン選手は一向に現れる気配がありません。
このままではタスキを渡せず繰り上げスタートになってしまいます。うーん、自分だけ違うタスキっすか。団長本人がタスキをつなげられないとなればとんだ笑い話になるな。余計なことを言うな。まつりちゃん大丈夫だよ、じゅんさんを信じよう。オラは多分繰り上げ確定だ。リンリン帰ったら覚えとくべ。くるみはもう走り終わっちゃったみたいだけど、商談を早く終わらせられればスズメの応援には間に合うかしら。あの子のことだから焦って転んだりしてなければいいんだけど。あ、ダメダメ集中、応援に行きたいなら今は仕事よ。私オカギルドの選手が続々と4区に入る中、ジュン選手とリン選手の姿は中継地点にありません。4区の選手は繰り上げスタートの準備をしています。ジュンさんは絶対来るっす。ヒーローはいつだって遅れてやってくるんすよ。まつりちゃん、ジュンさん、ほら言った通りっす。鎧がゴツゴツして痛い。なんとジュン選手、リン選手を担いで登場だ。いや、私の兜はこの子が寝ていた木の隙間に隠されていてね、兜と一緒に連れて行こうって思ったんだ。君たちのギルドの選手が一区で人助けをしていたろ。本来そういったことを率先してやらなければいけないのは私たちだ。敬意を表して彼女を担がせてもらった。あったけえな。うちのリンリンが世話かけたべ、ありがとな。一応最初はトップだったんだからその辺は評価してよ。はい、タスキ。何言ってんだ、終わったらお説教決定だべ。まつりちゃん、不安の思いをさせてすまなかった。はい、タスキだ、あとは頼んだよ。当たり前っす。みんながつないでくれたこのタスキがあれば100人いや、千人力っす。行ってくるっす。臭い、臭すぎるぞ。私は三文芝居でも見せられているのかな、団長。クリスチャンは意地悪だな。こういうのがレースの醍醐味じゃないか。ジュン選手の粋な計らいで両者ともにタスキが渡りました。ついに最終4区へと突入です。暑いよ。ミミ選手、火山の熱気と上り坂にやられ大きくペースダウン。まさに魔の4区であります。体が暑いです。内側からも外側からも攻められて興奮しちゃいます。おっと、空花選手急にスピードを上げ、あっという間にミミ選手を追い抜きました。一体何が彼女をここまで攻め立てるのか。もうダメ。おっと、ゆかり選手は暑さに耐えかねて給水地点を使うみたいです。ダメ、こんな味気ない飲み物じゃ喉が潤わない。レースの後に取っておこうと思ってたけど少しだけ、もう一口、もうちょっとだけ、これで最後に。あれ、なんか気持ちよくなっちゃった。
何が起こったんでしょう。ゆかり選手が何かを口にした瞬間、様子がおかしくなりました。フラフラと蛇行走行していますが、なぜかペースは上がっています。1位になって気持ちよくなる水をたくさん飲むんだから。ミミ選手を抜いた。リトルリリカル3位にまで転落です。せっかくみんなが頑張ってくれたのに。さあこちらトップを追う後続組、ここから巻き返すことはできるのか。皆さんやっぱり早いですね。こんなことなら普段からもっと運動しておけば。なかなか距離が縮まらないさ。どうしたら。お困りか。それなら私の用意した秘策を使うがいい。秘策っすか。かっこいい響きっす。なんすかなんすか。見ろ、これこそがナイトメアの最終兵器だ。これはリビングメイルの一件で使った大砲。察しが良くて助かるぞ。さあ小娘、ここに入るがいい。人間放題にしてゴールまでひとっ飛びだ。空を飛んで逆転、まさにヒーローにふさわしいぞ。空飛ぶヒーロー、最高じゃないっすか。自分やるっす。おばさんお願いするっす。人間放題は人道的観点から NG とさせていただきます。祭り選手がコッパみじんとかになったら放送事故なんで。それならそれで面白いじゃないか。スポンサーがいなくなって来年以降開催できなくなりますから。何、元よりまつりちゃんを人間放題にさせるつもりなんてないさ。まつりちゃん、日々の鍛錬を積んでいるその肉体、そしてヒーローとしての魂、君の身一つだけが頼りだ。ジュンさん。わかったっす。自分この体一つで逆転優勝するっす。ヒーローになるっす。祭り選手ダッシュ。ま、風一瞬でスズメ選手を抜き去った。そのままミミ選手を抜かしトップ集団に並ぶ。すごいすごいよ、まつりちゃん。うおー、みんなの期待に応えるっすよ。まさに山を駆け上がる猛虎、彼女こそ山神様だ。あ、神様よりヒーローがいいんすけど。オラも負けてらんねえべ。牧場の土地柄、山登りが得意なんだ。ここに来てマヒル選手も祭り選手に負けない速さで追い上げてきました。先頭グループ接戦です。みんな行っちゃいました。追いかけっこ楽しくないよ。泣かなくても大丈夫ですよ。私も最下位ですし。プチグリフォンさんに乗って坂を駆け上がる。ちょっと、あれ反則じゃないの。少女と魔物の友情、いいですね。
聞きなさいよ。戦闘からただ一人離されてしまったスズメ選手、勝機はあるのでしょうか。すみません、お待たせしました。いえいえ、ご足労をおかけし申し訳ありません。先日の商談の際はスズメ、あ、いえ、給仕の者が失礼を。誰にでも失敗はありますからね。彼女は彼女で頑張っていましたから、気に病むことはないとお伝えください。それにしてもレースが盛り上がっていますね。そうですね、自分の知り合いも結構出場しているみたいで、いろいろと実況が耳に入ってきて楽しいです。応援に行かなくていいんですか。今4区のあたりですけど。いえ、まずはやることをやらないと。先頭からただ一人離されてしまったスズメ選手、勝機はあるのでしょうか。あのメイドさんも参加されているようですね。毎年レースの実況を楽しみにしていますが、知っている人が出るというのはなんだか嬉しいものです。先日は彼女のような方がいてくれたおかげで、私自身心穏やかに商談を行うことができました。彼女のひたむきさを見ると初心を思い出して、自分もまだまだ頑張らなければなと感じます。今日はそれを伝えたかった。それって。はい、九五院への出資の件、ぜひとも進めさせていただければと思います。だから早く応援に行ってあげてください。ありがとうございます、失礼します。さあ、現在トップはぶっちぎりでプチグリフォンさんに乗ったミミ選手です。このまま逃げ切ることができるのか。ミミたちが一番だよ、すごいでしょ。ミミ頑張れ、これなら本当に優勝できちゃうかも。まだ油断はできないよ、今までのを見てると変なことが起きても不思議じゃないし。グリフォンさん、お腹空いたの？そうだよね、耳を乗せて走ってくれてるんだもんね。よし、耳お菓子持ってきたから一緒に食べよう。耳選手、立ち止まり休憩をしています。これが1位の強者の余裕というやつでしょうか。末恐ろしい少女であります。始めちゃったね。ミミの行動が一番予測できないね。おいしいね。もう本当に誰も見えなくなっちゃった。やっぱり無理なのかな。体力だって全然ないし、私がいなければ美食殿の皆さんだって。ちょっと何弱気になってんのよ。ゴールまではまだあります、諦めるのは早いですよ。でも今から頑張っても優勝することに意味があるんじゃありません。多分走り切ることに意味があるんです。私たちの繋いできたタスキ、スズメさんならきっとゴールに届けてくれます。だってそれはたくさんのエールの心がこもっているんですから。皆さんのエール、そうですよ、みんなが繋いでくれた思いをメイドである私が無駄にするなんて絶対にダメです。あれ
とうございます。私諦めません。ここで諦めたら本当にダメダメイドで終わっちゃいます。圧倒的トップを走っていたミミ選手がピクニックを始め、クーカ、マツリ、マヒル選手がそれをついに抜き去りました。ごちそうさまでした。プチグリフォーさん、もう一回追いかけっこだよ。お菓子を完食したミミ選手、再びプチグリフォンさんと先頭を追います。やはり速さだけなら頭一つ抜けています。なんだか火山を抜けてから熱が冷めちゃいました。空間を高ぶらせてくれるものがここには少なすぎます。好きありだべ。させないっすよ。マヒル、マツリ、両選手、激しい1位争いを繰り広げています。この子、全然スピードが落ちねえべ。おら、おら、もう自分がヒーローっす。ヒーローで、山神様でもあるっす。マツリ選手、いや、山神様、トップに躍り出た。巻き起こる山神様コール。今祭り選手の勇姿に会場が沸いております。地震でしょうか。オーゴオーゴオーゴ。いや何か巨大なものが走ってきます。あれはオーゴに伝承のみ伝わるレースの神様、それが山神様です。彼を見ることそのものがご利益になると言われており、私自身実際に目にすることになるとは思いませんでした。祭り選手の叫び、そしてこのレースの熱気を受け呼び出しを受けたと勘違いしたみたいですね。それだけ今回のレースが熱いということでしょうか。冷静に実況してる場合ですか。ギルド管理協会です。危険ですので即刻レースの中止を。オーゴ。管理協会のお姉さん、この山神様襲ったりしてこないんで、ただ走りたいだけかもっす。はい、祭り選手の言う通りで、伝承によるとこの山神様は一緒にレースのできる好敵手を探しているだけのようです。よってレースは続行。人は神に勝てるのか。レースは最終局面を迎えます。どうなっても知りませんからね。山神様が走るたびに振動が伝わって、クーカ、足腰がガクガクです。しかも走るたびに岩がボロボロ落ちてくるべ。これじゃオラたちも走れねえ。まさに動く天変地異。一歩走るたびに凄まじい揺れです。沿道の観客の皆さん、落石に注意してください。何この揺れ、気持ち悪い。痛いよ。ちょっとゆかりさん、許しませんわ。吐いてでも走りなさい。秋のブラックギルド館が露呈するからやめるにゃ。ゆかりはもう無理にゃ。どっちにしろあの酔っ払い走行じゃ限界が来てたと思うし、ここでのリタイアは賢明な判断ね。残念だけど、ここでついにリタイアが出た。
山上様の乱入によりレースは波乱の展開を迎えています。こりゃどうかしました？いや、落石が道を塞いでましてね。このままだと通れないな。落石って本当？確かにこれじゃ無理ね。せっせと岩をどけるわけにもいかないし。おい、この大砲どうするよ。ああ、もう使う必要もないって言ってたから一旦そこ置いとけ。それより落石の処理が先だ。夜までかかるぞ、こりゃ。選手、山上様の影響でペースが落ちているとはいえ、先頭集団に追いついてきました。目の前が霞んできました。でもここで止まったらもう動けないって体が言っています。諦めなかったスズメ選手に大きな拍手が湧いています。誰が彼女がここに来ると予想していたでしょうか。しかしその表情を見るに限界は近いようです。私たちは信じてましたよね、ケルちゃん。ちょ、なんで私に来るのよ。まあ、自分から参加するって言ってたんだから、ここまで来てもらわないと困るんだけどね。それだけよ。誰よりも先にスズメ様に声をかけたのはキャル様でしたけどね。でも大丈夫でしょうか。とても辛そうです。飛ばしすぎて疲れてきたっす。クカもそろそろ限界です。それなら今のうちにって言いてえとこだけど、オラもそんな体力ねえべ。疲弊しながらもなんとか山上様と並ぶ先頭3人。その後ギリギリのスズメ選手が追う。しかし問題はゴールまでに追いつけるかどうかです。おーっと、危ない。スズメ選手の追い込みを見てやる気をむき出しにした山上様、落石が激しくなる。ミミ選手、プチグリフォンさんに乗り落石の上を飛ぶ。これ楽しいね。ミミ選手、落石渡りが楽しかったのかコースから外れてあさっての方向に行ってしまいました。ちょっとミミ、帰ってきてよ。うわあ、こんなの走るどころじゃないっすよ。命の方が大事だべ。みんな一旦避難するべ。激しすぎますよ。クーカの体が持ちません。3選手、そして並走していた各ギルドの馬車ですが、山上様から緊急避難という選択を取ったようです。これによりトップは山上様、そして2位はまさかのスズメ選手。
奇跡的な落石回避を見せていく。しかしこの落石ではスズメ選手も避難を余儀なくされるのでは。いいえ、今こそが好機です。私たちが食い止めます。だから気にせず走ってください。おりゃー、はな、な、なんと美食殿の馬車は避難ではなく支援を選んだ。落石を攻撃で払いのけ、危険を顧みずスズメ選手と並走。皆さん、もう少しで追いつけます。スズメ様、スズメ選手の前に落石が。足が止まりました。くっそ、払いきれなかった。もうダメ。ギリギリの状態で走っていたスズメ選手、一度止めてしまった足がなかなか出ません。限界か。ここまででしょうか。スズメ様の身を案じると。何よ、結局あの山神の独走じゃない。やっぱり何も成し遂げられない。私は役立たずです。ごめんなさい皆さん。お嬢様。スズメ、スズメ。最後の最後にお嬢様の声が、幻聴が聞こえるなんて。私はどれだけあの方に。スズメ、しっかりしなさい。お嬢様、どうして。いや、元副団長、派手なことするな。大砲で落石粉々にして道開けるなんて思いつかないよな。豪快だ。俺ファンになっちゃったよ。まあでも粉々にしてくれたおかげで掃除の必要もなくなったし、結果オーライだな。どうしてお嬢様がここに。スズメとクルミが出てるって知って急いで来たのよ。それより立ちなさい。私があんたならこんなところで諦めない。でも私はダメダメで、お嬢様にも迷惑かけっぱなしで。それでいいのよ。スズメが迷惑かけたって思うことにも私たくさんたくさん救われてる。完璧なんか私は求めてない。スズメが隣で笑ってくれるから私は頑張れるの。あんたがどれだけ自分を信じられなくても私はずっと信じてる。これまでもこの先も、主として親友として、スズメがスズメでいてくれることが私にとって一番大事なんだから。私が、私としてお嬢様の隣に。そうだ、お嬢様は、サレン様はそういう人だった。それなのに私、勝手に捨てられるとか怯えて、私を親友と呼んでくれるこの方を信じてあげられなかった。お嬢様、私にもう一度チャンスをください。私ええ、勝って。ううん、勝ちなさい、スズメ。ゴールで待ってるから。はい、必ず参ります、お嬢様。スズメ選手の目に再び闘志が灯った。それは主の言葉が、はたまた自らの心がそうさせたのか。おぐ、おぐ、おぐ。負けません、諦めません。
は大丈夫なのですか？はい、お嬢様に元気をいただきましたから、ご心配おかけしました。ここまで来たら負けんじゃないわよ。スズメさん、勝ってみんなで美味しいご飯を食べましょう。勝ってみせます。私には皆さんがついてますから。早い早い早い、なんという追い上げだ。悩み、葛藤、そんなものを全て置き去りにし、吹っ切れた彼女の走りは今限界を超える。突如現れた山神様になすすべなしかと思われたギルドたち。しかしその進撃に待ったをかけるランナーがいました。一度は最下位まで順位を下げながらも必死の追い上げを見せてきた驚異の巫女スズメ選手、山神様のわずか後方で離されまいと必死に食らいついています。ゴールまであとわずか。新春ランドソルギルドレース、いよいよクライマックスです。来たー、来ました、スズメ選手、もうゴールは目前だ。皆様、スズメ選手に今一度大きな拍手をお送りください。優勝は美食伝、新春ランドソルギルドレースの栄冠を見事勝ち取りました。くるみもよく頑張ったわね。応援間に合わなくてごめんなさい。ううん、ママサレンが放送を見てくれればなって思ってたから。それよりもスズメお姉ちゃん、あの優勝おめでとう。ありがとうございます。まあたくさんドジしちゃったり迷惑かけちゃったりしましたけどね。まだそれを言うの？言っておくけどね、私にだってたくさん欠点があるんだから、いちいち細かいとこまで気にしてられないわよ。お嬢様の欠点は欠点とは言いません。
そうよ、それ私にとってはスズメの欠点が欠点じゃないの。どれだけ今まであんたに救われてきたか。それじゃあドジのままでもいいということでしょうか。いいってことはないわよ。直す努力はしないと。けどそのドジや努力もひっくるめて全部がスズメで、私はそんなスズメに隣にいてほしいの。それだけ。お嬢様。私も頑張るね、ママサレン。もちろん、クルミのこともありのままが大好きよ。だからみんなで頑張りましょうね。これより表彰式を始めます。選手の皆さんは表彰台付近にお集まりください。それでは見事副ギルドの称号を手に入れた美食伝の皆さん、豪華報酬をお選びください。私はこの精霊樹の。スズメ、ちょっと待ちなさい。お嬢様。うん、これがいいんじゃないかしら。ギルドハウスキーピングセット、これとても高級なお掃除セット。ダメです。せめてもっとご利益のあるものにしましょう。もともと私がご迷惑をかけた商談相手の方に。それね、あんたがレースに出てくれたおかげでうまくいったのよ。この前のドジに関しても心穏やかになったって。スズメのドジが商談を成立させてくれたの。それにご利益っていうなら、スズメの頑張る姿が私や救護員のみんなにとってのご利益なんだから。私がご利益だなんて。おい、あの子だ、山神様の巫女。ご祈祷を受ければ今年一年の運気が上がるんですって。なんということでしょう。スズメ戦士からご利益を得ようと観客の皆さんが押し寄せてきました。これには神殿の司祭も苦笑いではなく、是非にとのことだ。私にそんな力ありませんよ。ご利益、ご利益、ご利益。わ、はい、たくさん走ってお腹ペコペコです。そうだ、優勝を祝ってみんなで祝賀会しましょう。それなら私がもらった高級レストランのフルコース無料券を早速使うのはどう？たまには魔物以外も食べたいし。これ高級魔物料理のお店じゃないですか。キャルちゃん、そんなに魔物料理が食べたかったんですね。あ、高級魔物。ふざけんじゃないわよ。私たまにはあんたたちといいものをって。キャルちゃん、もしかして私たちのために。私はキャルちゃんやみんなと一緒なら全部ごちそうに見えますよ。そういえばレース中もそんなこと言ってたわね。って違うのよ、魔物は嫌なの。まあまあ、キャル様、高級なことに変わりはありませんから。そういう問題じゃないのよ、コロスケ。あ、気がついたら日付が変わっちゃいましたね。救護員の外で年明けを迎えるなんてちょっと新鮮ね。ああ、年明けと同時に転ぶなんて幸先が悪いです。そんなことありませんよ。みんなでお祝いができるんですから。今年もたくさん一緒に美味しいものを食べましょうね。
明けましておめでとうございます。